巡礼、巡礼、巡礼とは、日常的な生活空間を一時的に離れて、宗教の聖地や聖域に参詣し、聖なるものにより接近しようとする宗教的行動のこと。巡礼は、世界の多くの宗教で重要な宗教儀礼と、みなされており、特にその宗教の信者が特定の地域や文化圏を越えて広域に分布している宗教においては、 とりわけ大切なものと位置づけられている。従って、巡礼は、未開宗教よりも、歴史的な宗教や世界宗教において、より一層左官に行われている。ヨーロッパ諸語での呼び方は、例えば、フランス語では、ペレリンジペルリナージュ、英語では、ピルグリミッチピルグリミッチ、ドイツ語では、ピルガファットピルゲルファールトであるが、これらは、基本的に、ラテン語の、 ペレグリノスペレグリーヌスを語源としており、その基本的な意味は通過者とか違法人である。このラテン語の基本的な意味でも明らかなように、巡礼の根本的な形というのは遠方の聖地に赴くというところにある。各信者の居住地にも宗教施設、教会堂、仏閣、神社などは存在するのだが、それらに赴く行為のことを巡礼と呼ぶことはない。 従って、巡礼というのは、我々の居住地、つまり、日常空間あるいは、俗空間から離脱して、非日常空間あるいは性空間に入り、そこで聖なるものに接近、接触し、その後再び元の日常空間、俗空間に復帰する行為、ということもできる。世界には、様々な巡礼があるが、その特色で様々に分類することも可能である。 まずは集団型と個人型である。あらかじめ集団を組んで巡礼に赴く方と、個々人が各々の発意によってここに巡礼に赴く方があるのである。聖地は多くが偏僻な場所にあるので、交通手段が未発達の時代においては、個人で行うのは困難であった。つまりその時代、ほとんどが集団型であった。また、巡礼は長日数に及び金銭的な準備も、 必要なので、今日でも世界中で集団型巡礼は極めて盛んである。なお、大勢で賑やかに行く巡礼と一人で黙々と行く巡礼では、その巡礼体験、体験の質が大きく異なっている。他の分類として、巡礼の目的や巡拝者の資格に関して限定型と解放型がある。例えばイスラームのメッカ巡礼は、 聖天皇欄に定められておりイスラム教徒以外の立ち入りは厳しく禁止れており、また例えば、比叡山の解放行は数十キロメートルの皇帝に散在する、聖少追立ちで参拝する荒行であるが、これは天台宗の僧侶の資格がある者にだけ許可されている巡礼である。これに対して、信者であっても観光客であっても受け入れ、特に巡拝者を限定しない巡礼もあり、 例えば、四国のお遍路が、その一例である。キリスト教やイスラム教に見られる一つの聖地を訪れる直線型と、インドや東洋で見られる複数の聖地をめぐる、開国型に分類されているとも言われる。ソロモン神殿が存在していた時代、紀元前9世紀頃から、紀元前586年では、ユダヤ教徒にとって、イエルサレムのソロモン神殿が最も重要な、 聖地であり、すなわちペサハ、スギコシ、シャブオット、七州の祭り、スコット、カリアンの祭りの時、成人男性で、巡礼可能な人は皆、その地の同神殿を訪れ、供物の意思を捧げることが求められた。その後、ソロモン神殿は破壊され、それでもその神殿は、第二神殿、ヘロデ神殿と再建、拡張されたが、紀元70年に、 サイドやアグリッパ2世の軍によって破壊された後は、再建が熱心なユダヤ教徒の切なる願いではあるが、再建は果たされておらず、わずかに残されたかつてのヘロデ神殿周囲の西側の外壁の一部分、嘆きの壁と呼ばれるものが、現在のユダヤ教徒の最も重要な巡礼の場所となっている。現在のユダヤ教では、 嘆きの壁以外にも多くの巡礼の地はあり、例えばマクペラのホラーナ、アブラハムなどが埋葬されているとされる場所、またザティークたちの墓、ベツレヘム、メロン山、等々にあるものなどが巡礼の地となっている。聖地であるガンジス川へ行き、そこで目浴をする。釈迦の生誕の地であるカッピーラバストは、釈迦晩年に昼量により破壊され、廃城となった状態であったが、 釈迦の死後数百年後には、仏教の僧によって、釈迦生誕の地とされるカピラバストヤンビニ地域への巡礼が行われるようになっていたことが知られている。有名な僧では例えば5世紀に北拳、7世紀に現状などもカピラバストに巡礼で訪れそれを文書に残した。だが、やがて同地域で仏教に変わって、ヒンドゥー教やイスラム教が信仰されるようになった結果、 仏騒による巡礼も途絶えるようになり、14世紀頃にはカピラバスツの場所がわからなくなし,しまい、ユネスコの調査によると15世紀頃にはルンビニ地域への巡礼も途絶えてしまったようだ、という。1956年にビームラー・オーラ・ラームジー・アンベイド・カルラが始めた仏教復興運動、新仏教運動によって、インドに数十万人の仏教徒が登場し、 その結果仏教の巡礼が再び行われるようになっていた。現在の仏像や仏教徒の巡礼地として有名なところとしては、ルンビに聖誕地、ブッダガヤ、浄土、つまり悟りに至った地、サールナーと説法を開始した地、くしながら入滅した地の仏教四大聖地がある。熱心な仏教徒が世界各地からやってくる。 またそれにさらに4箇所を加えた仏教8大聖地へ巡礼する人もいる。チベットでは聖地とされるカイラス山への巡礼が行われる。12年に一度神々が集うとされる聖なるとし、巡礼年を迎える。カイラス山の周囲の巡礼路をチベット仏教徒は右回りに巡礼する。盆教徒は左回りに巡礼する。 近年は歩いて巡礼する人が多いが、熱心な人は五体統治によって進む。一回の五体統治で、身長分しか進まないので、一周するのに三万五千回ほど五体統治を行うことになる。仏教の末法思想の流行により、後白河法皇の熊野もでなど、浄土信仰を背景とした、極楽王生を願う巡礼が行われ、中世に入ると、戦乱や貧困の中で、 一般階級による巡礼も行われるようになった。近世に入ると平和な世の中を反映して、人々は現世利益を求めるようになり、旅行の要素も加わって大衆化した。伊勢神宮などの大事社では、恩師と呼ばれるツーリストが誕生し、宿望と共に、それぞれの担当地域の巡礼者を案内していた。養老2年、718年。 長谷寺の徳道商人の病の床での夢に、閻魔大王が現れ、世の苦しむ、人々のために三十三箇所の観音霊場を作って、巡礼を進めよと言い、起承文と三十三の法院を授けた。夢から覚めた商人は法院に従い三十三箇所の霊場を設けるが、世の信仰を得ることができず発展しなかったため、法院を、摂津中山寺で石棺に収めたと伝えられる。 熊野への巡礼が盛んになったのは平安末期のこと。平安末期の浄土信仰における極楽浄土の地として捉えた。その理由として、日本書紀の一書に伊沢波の御事が木の国の熊野にいられたとされていること、熊野の御言説の一つに熊イコール籠もるで死者がこもる地があることで、熊野を死者の国と見る考え方がもともとあったためとされる。奈良時代より、 主言道の修行地となっていた熊野三山の本宮を、阿弥陀如来の西方極楽浄土、新宮を、薬師如来の東方浄上璃浄土、そして那智大社を、千寿観音の南方札楽浄土として、現世の浄土のと考えることで、その信仰が深まったと考えられる。カン2年、986年、19歳で出家した花山法王は、比叡山で修行の後、 三十三箇所観音霊状巡礼を発願し、諸舎山炎行寺の昇空商人と共に中山寺で、石棺の法院を探し出して、永遠二年、九百八十八年に、紀州やから法院の三十三箇所霊状を巡礼し、再高を祈願した。これが、現在の最国三十三所の起源と言われている。日蓮宗では、久音寺、池上本門寺、清澄寺、誕生寺、 日蓮宗四霊場とものほか、鎌倉の地にある日蓮ゆかりの諸寺、暗黒論寺、長勝寺などなどへ巡礼が行われることもある。寺院に札書を定めて巡礼する信仰は日本固有のもので中国や朝鮮では見られない習慣だが、日本の西国十三書を写した霊場が二十世紀後半から二十一世紀初頭にかけて韓国や台湾で改装されている。 1984年には、日本の大谷寺の住職により、韓国観音霊場が、1997年には、同じく日本の栄翔寺の住職により、台湾33観音霊場が改装されている。さらに2008年には、韓国の総慶獣と、韓国観光公社が協力して、韓の国に33観音聖地が改装されている。なお、 日本統治時代の朝鮮には、寺院統制を目的に主要辞説として、朝鮮三十一本山を指定したほか、独立後の韓国の総慶衆が二十五教区を定めそれぞれ本寺を置いているが、これらを信仰の対象として巡礼が行われている、いたかは確認できない。キリスト教は、当初から巡教者を出したが、その保守にも出て、敬意を表する信者がいた。これを、 マルティリウムといい、礼拝の場である教会と並び、キリスト教コミュニティの重要な中心とな。4世紀に、キリスト教が公認されると、キリスト教発祥の地であるパレスチナ、ことに、イエスキリストの記事である、ベツレヘム、樹難の地であるエルサレムへ、その意向に参拝する信者が旅行するようになった。また、各地の殉教者記念堂も、巡礼の対象となった。 キリスト教における巡礼は聖地への礼拝だけでなく、巡礼旅の過程も重要視されている。すなわち聖地への旅の過程において、人々は神とのつながりを再認識し、信仰を強化するのである。ルイス・ブニュエルの映画、銀河はサンティアゴでコンポステーラへの巡礼を、時間と空間を超える神の存在への問いかけの物語として描いている。地中海沿岸から、 ヨーロッパ各地に諸聖人の遺骨、聖遺物、または、普及体、または十字架、ノアの箱舟の跡などの遺物を祀ったとされる教会、聖堂などが多数あり、そのような地への巡礼が行われた。巡礼は、多くの旅行者を集めた、カンタベリー物語など。最も有名なものには、エレナが発見したとされる十字架の遺物、アルメニアをアブガルス三世に送られ、エデッサ、 からコンスタンティノポリスにもたらされたジーン製像、マンドリオン、手で描かれたのではない製像、コンスタンティノポリスの聖母、マリアの衣、洗礼者、ヨハネの首などがある。これらの宝物は中世後期に失われた。また、巡礼者を引きつけるために他の教会から生遺物を盗んできたり、偽造するということもあったとされる。また、聖法では中世中期から、 ミラノのキリストの聖、ムクロヌの聖杯、聖杯伝説や騎士道物語を生み出す元になった、などの現象が生まれた。古代後期から、殉教者の遺骨によって奇跡が起き、参拝した巡礼者に病気が治癒したり歩けなかった、足が動くようになったなどの事例が報告されるようになった。こうした奇跡が起こったということから巡礼者が集まるようになったというものも多い。 ピレネー山中のルルドやカトリックの三大巡礼地の一つサンティアゴデ・コンポステーラなど、例えばライムギにつくバッカク菌に起因するバッカク病、死死がエッソしたり精神錯乱を招くは巡礼に赴くことで言えるとされた。カトリックの三大巡礼地はローマイコールペトロの地サンティアゴデ・コンポステーラ、そしてエルサレムともされる。こうした 巡礼の旅で病に倒れた人、宿を求める人を宿泊させた巡礼協会、その小さなものをホスピスホスピスと呼んだが、そこでのもてなしから、ホスピタリティホスピタリティ、艦隊の子生まれ、病人の看護などの仕事をする部門が教会の中に作られるようになって、今日の英語で言う、ホスピタル、病院が派生した。故に、ホスピタルは、病院だけではなく、老人ホーム、 孤児院の意味も持つ。またホスピスは、現代では、終末期の患者が残りの時を過ごす、近代的なホスピスの語源となっている。メッカ、真っ赤にあるカーバシンデに歩いて向かうこと。アラビア語で、ハッチ。イスラム教の語行の一つ。皇帝に若干異なる点があるが、巡礼には、イスラム教各宗派の信徒が共に参加する。 ヒジュラ歴で十二番目の月を、恥の月、巡礼月と呼び、この月に、メッカのカーバイへ巡礼することは、特に奨励されている。これを大巡礼という。対して、これ以外の月に巡礼することは、小巡礼、ウムラという。例年、恥の月には、数百万人の巡礼者がメッカに集まる。巡礼は、体力的、経済的に可能なものに、 一生に一度は行う、容疑務付けられている行為であるが、巡礼を果たした、ムスリム、イスラム教徒は、ハーッジーと呼ばれ、特に尊敬される。現在、ハジの希望者数は、受け入れ可能人数を超えており、ハジに参加するには、メッカを管理するサウジアラビア政府の発給する、特別ビザが必要。ビザ発給枠は、ムスリム人口を考慮し、各国に割り当てられる。 サウジアラビア政府は、巡礼地での礼拝時の宗教的興奮において、起こると危惧される政治的混乱を恐れている。江戸時代に盛んになった富士港では、富士山への巡礼、富士登山を行い、また、富士五湖や白糸の滝などを巡った。富士山までなかなか行くことができない人々は、住まいの近くに富士塚を作りそこを登った。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。